はいどうも、一般人です。皆さんね、いかがお過ごしでしょうか。というわけでね、最近コロナがね流行ってるということで、ついにね私もこれをねさっきね買ってきました。というわけでね、ちょっとね抗原検査キットっていうのがね売ってたんで、これでねそれでやってみたいと思います。はい、ちょっとね今説明書見たら、なんと30分前に口をねゆすいでからやんないとね正確に取れないみたいです。というわけでね、ちょっと口ゆすいできます。はい、じゃあね、あれからうがいして口すすいでからね30分が経ったんで、早速ねやってみたいと思います。じゃあ早速ねやってみましょう。このね検査キットどんな感じなんでしょうか。はい、中にはねこんなようなのが入ってます。あとね説明書さっきね見てみました。そしたらね説明書もね入ってました。これ見ながらねやっていきたいと思います。はい、一応ね説明書こんな感じで書いてあります。よくね見てください。やりたい人はね、飯食った後とかはやんないようにだね。うがい薬とかもね30分前とかはやんないように。歯磨きもね。じゃあ早速ねやってみましょう。1時間以内にね袋を開けてからね終了させるってことだね。はい、じゃあねまずはこの上からねよだれっていうか唾液をね垂らして、ここのね1ミリリットルまでやるみたいです。結構多いね、1ミリ。こんなにいっぱい溜めるようなの。ここの下のメモリだね、1って書いてあるんで、ここまで入れます。はい、じゃあね早速入れてみましょう。なんか泡になってる。ん？ちょっとね泡になっちゃってる。大丈夫かな、泡なんだけど。喉が渇いてたからあんまりいっぱい出ない。全然。梅干しはねイメージします。うん、酸っぱいイメージをするとねよだれが出ます。よだれっていうか唾液ね。汚いかもしんないけど、しゃあない。やべ、まだまだだね。ちょっとしばらくちょっと止めます。一応ねなんとか溜まりました。1ミリリットルね入りました。これにね希釈液を入れます。はい、これだね希釈液。これをね2本入れます。これもう1個あるんでね、2本入れたら蓋を閉めます。じゃあね、これ2本目です。はい、入れました。そしたらばこれだね、この蓋を閉めます。キャップだ、キャップね。これね、さっきのやつがねこれ2本入ってますね。ちなみにあれなんかおかしいね。ちょっと待って、なんかおかしい。なんかこのネジ雨の、合計するとね2ミリリットルぐらいになります。これをね振ります。振るんだね、こうやってね。5秒ほどよく振り、3、4、混ぜてその後30秒程度放置。こっから30秒放置だね。ちょっとね放置しましょう。ここで置いて、これでね30秒放置します。そしたらね、これを開けて、ここにね、スポイトで取ったやつをね、3滴入れますわね。4滴以上入れないでくださいって書いてあるんでね、3滴にします。このスポイトだね、これね。
バイオハザードっていうなんかあれがある。これでね、やります。じゃあちょっとね、これ開けてみましょう。こんなのがね、入ってます。見えますかね？こんな感じ。ここの、この小さい丸だね。小さい丸の方にね、3滴入れます。ちなみに2本出たら検出ありだね。じゃあ早速ね、3滴入れてみましょう。さて出るでしょうか。もう出ないことを祈るね。緊張すんね。3滴だからね。まずこうやって3滴ってどうやってやるのこれ。あ、やばいやばい。大丈夫か。あぶね。大丈夫っしょこれ。3滴入れます。これにね、小さい方いきます。3滴2滴3滴入りました。3滴ね、今入りました。あとね、これをね、放置します。今ね、こんな感じになってます。果たして大丈夫でしょうか。これでね、15分ぐらい待ちます。はい、一応ね、このようになってますね。一応ね、上に2本ラインが出たら検出あり。で、1本の上の C っていうところに1本ラインが出たら検出なし。で、あの T っていう方にラインが出たら無効ということになっております。じゃあ早速ね、ちょっと待ってましょう。果たして大丈夫なことを祈るね。これダメだったらやばい。果たして。はい、そんでね、入れてから15分から20分の間に結果を確認しますがね。はい、じゃあね、ちょっとね、あれから15分ぐらい経ったんで、検査をね、結果を見てみましょう。果たして大丈夫なんでしょうか。じゃーん、じゃん。大丈夫だね。はい、1本しかラインが出てないんで、大丈夫ってことね。2本出たらアウトってことなんで。一応ね、抗体検査なんとかクリアしました。皆さんもよかったらね、心配な人はやってみてはいかがでしょうか。また会いましょう。バイバイ。